最近生まれて初めて50アップを釣ることができました村田さんの初めて50アップを釣った時のエピソードを教えてくださいやっぱりうれしいめっちゃくちゃうれしかったですよ。池原で釣っったたのぐらいだったのでみんなに見せようと思ってクーラーの中に入れて、あのー、船着き場にこう最後戻ってくるから戻ってきてパカッと開けて「あ死んじゃった」って言って。 死んじゃってそこへね名前出しちゃうとねススミスののってやつがいるのよ、ね、で今もいる従業員なんだけど、ね、従業員っていうかそこの社員なんだけどでまだねその子がまだ大学大学生だったかなんかだったと思うあの昔ね芦ノ湖の大庭さんっていうボート屋さんですあのバイトやってた。 釣り部の連中って大体ね、ねみんなそういういところでみんなバイトしたのよ、ね、あの日大の,あの釣り部の連中とか、ね、そいつがそたまたまいたのその船着き場にで「どうでした皆さん」とか言って「ジャ0プ釣った5プだとか言って大喜びしてそしたらもうパッと開けて「あっ死んじゃった死ぬとさ縮むんだよ魚って。でそこでもって「あじゃあ僕はちゃんとはらかりますよ」って言った ぐらいだったあ、ないですね <laughs>」って言ったそれから2週間ぐらいして「いま一回ご入会おめでとうございます」っていう封筒が来たハガキがきた有名人でまだ50アップ吸ってない人に送られてくる <laughs> あのそれが伝わったのあちこち村田はじめまだ50アップ釣ってないスタートで「ソ <laughs> そー!」とか言って <Madonna> その後ねあね琵琶湖でね、えー、50アップ釣ったのよ50.5 <So, S 2> そしたら「えー、と今石会脱退おめでとうございます」っていう <laughs> 結構いたよちょっと前ちょっと前ってことはないけどあの人まだジャプ釣ってなかったのっていうのはあのー、まあまあ今からもうあの30年も40年も前の話だけどねであの方はね結構有名な人なんだけど言わないけど、えー、1990年代まで釣ってない。はい 切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン、YouTube バージョンの方でですね、流した映像、えー、そこからこう、切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問、こんな疑問っていうのをですね、時間にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいな、という方ですね、ぜひご入会をよろしく。